はい、皆さんお疲れ様でございます。白金ベースです。今日は何かというとこいつです。はい、東京マルイの CQBR 次世代電動ガンのご紹介ではないんですけど、時々ちょっとショート動画とかで上げてるやつがあるんですけど、相方がサバゲーデビューするということで、何本かね動画あったと思うんですけど、一応銃の方が出来上がったんで、今日はちょっとその紹介とで、塗装をしたいということなんで、ちょっと塗っていきたいと思います。で、ここにあるのが、これは自分のやつなんですけど、こんな風にね、こんな感じに、塗りたいということで、これから塗装したいと思いますけどね。結構ね、これね、大変でした。新品じゃないんですよ、中古なんですけど、ちょっといろいろあって、知り合いからこれ無料でもらいましたで、その知り合いもそのまた知ってる人からなんかもらったみたいな感じで、いらないエアガンを大量にもらってきたらしいんですよね。で、その中に相方が欲しいって言ってたこの CQBR があったんで、じゃあそれちょうだいっていうことでもらいましたけど、これ今こんなですけど、最初ひどかったです、もらった時は。っていうのもね、クレーンストック、これ今黒ですけど、これがね、アースカラーっていうか、タンカラーみたいなやつね、あれがついてて、グリップもそのテイストのやつでした。しかもその上からクリアコーティングかなんかしたのか知らないですけど、テッカテカのテッカテカに光ってるグリップがついてましたで、あとここグリップか、グリップもついてたんですけど、フロントも、それもショートのタイプで、それもアースカラーというかタンカラーみたいなやつ、で、一番ひどかったのはここの中ね、ストックのこのサイドの部分、ノーマルの丸いやつだったら、この字型のニッケル水素のバッテリーここ入れて使うと思うんですけど、容量の大きいバッテリーを使いたかったのかなんかよくわかんないんですけど、ここに穴ほがしちゃってですね、配線むき出しで、ここにそれを隠すために銅の板みたいなのをビスでこう打ち付けて、ここに貼り付けてあったんですよね。わけのわからない改造がされてて、ノーマル状態に戻すのに苦労しました。時間もかかりましたし、2、3ヶ月かかったのかな。で、ちょっとこの間できたよということで引き取り行ったんですけどね、お店の方に。中身もカスタムしてたみたいで、よく詳細わかんないんですけども、とりあえず全部ノーマルに戻してもらいました。外装も中身も含めて。で、色塗りたいっていうんでね、ちょっとこういう風にこれから塗っていきたいと思います。じゃあね、ちょっと塗装するところ、どうぞ。はい、それではね、これから早速塗っていきたいと思うんですけど、今日使うのこれ、いつもこれなんですけど、クライオンのハンドってやつですね、カラーは。タンカラーで
くこれ、塗るときに皆さんやると思うんですけど、大体2色目最初塗るんですよね。これとあともうちょっと濃いブラウンみたいな色と2色で結構迷彩塗ると思うんですけど、まあ、今回も単色でサンドカラーだけで塗っていきたいと思います。じゃあちょっと回っていきたいと思います最高。感じいいんじゃないですかね。まあまあ、はい、以上塗装終了です。はい。